ビチェリンはイタリアトリノの名物であるホットチョコレートとエスプレッソの混合飲料。グラスの下からホットチョコレートとエスプレッソと生クリームの三層でそのまま混ぜずに提供される。ビチェリンという言葉はピエモンテ語で小さなグラスを意味しイタリア語の方言ビッチエリノから来ている。この飲み物は18世紀から知られており17世紀の 飲み物ベベリザがベースであると考えられている。2001年、ビチェリンは、ピエモンテ地域のトラディショナルピードマンテスプロダクトに認定された。コアルバイセリンこの飲料を初めて提供したのは、トリノのコンソラータ広場で1763年創業をしたカフェあるビチェリンという老舗のカフェである。また、数々の著名人に愛された店として、イタリアでも有名である。 イタリア統一の三傑の一人として有名なカミッド・カブールはビチェリンに通ったとされている。小説家アレクサンドル・デュマ・ペールは1852年にバイセリンをトリノで見逃せないものの一つと記述している。哲学者フリードリ・ヒニーチェはトリノに住みビチェリンのことをお気に入りアンチ・キリスト偶像の黄昏この人を見ようを書き記した。イタリア最後の王・ウンベルト2世と・と 王妃マリーア・ジョゼは亡命前にここを訪れ感謝状が店内に展示されている。また、トリノのビチェリン本店は詩人グイド・ゴッツァーの小説家イタロカルビーの映画監督マリオ・ソルダーティに愛されていたと伝わっている。作家ウンベルト・エイコは6作目の歴史小説プラハの墓地の中でビッチェリンを詳細に描いている。様々な舞台で活躍するカルロ・カンパニーニや。 第一線で活躍する女優や俳優が温かい、ビッチェリンを店舗でたしなんでいる場面はよく見られる、光景で世間からの視線も浴びていた女優のワンダオシリスも喧騒から逃れるためにビッチェリンに通っていた。世界的な彫刻家でもあり、美術家でもあるマリオメルツも常連客の一人だった。当時の美術系網の代表者でもあった彼のお気に入りの席は入り口の隣にある、 最初のテーブルであった。トリノの霊女劇場で、イピゲネエアが公演されていた際に、ドイツの振付試験ダンサーでもあるピナバウシュがバイセリンを訪れ、前日の公演見に行っていたマリテを驚かせた。2006年、冬季オリンピックの際は、多くの有名人で賑わい、アメリカの大女優、スーザン・セランドンも来店。トリノは、チョコレートの街としても有名で、ジャンドゥヤは、 トリノ発祥のチョコレートとして有名であるが、バイセリンのものは街でも知れ渡っており、観光客からも人気が高い。ジャンドゥヤと並んで、トリノの伝統的な焼き菓子である、バーチディダーマもバイセリンのものが有名である。イタリア本店のほか、日本にも2019年にオープンしている。新旧の時代背景を問わず、ビチェリンは様々な映画の中でも登場している。ロケ地提供映画。 ありがとうございます。